バイオスパーク西野流呼吸法は私のバレエの恩師であり合気道の師範中国拳法の師範で武道家としても知られている西野バレエ団の西野光三先生が西洋のバレエ東洋の中国拳法日本の合気道の動きの真髄を追求していく中でインスピレーションを得て自ら独自に開発された画期的な呼吸法です。この呼吸法を行うと体の隅々に酸素が行き渡り、みるみる全身がリフレッシュします。内臓の働きは活発になり、肌は艶やかになり、しかも不思議なエネルギーが体の中から溢れ出てきます。さらに股間が冴えて、精神的にも大変充実していきます。バイオスパーク、これは西野先生が作られた言葉です。バイオは生体、生命のこと。スパークはきらめき、輝き。西野流呼吸法のあふれ出る効果のすべてを表しています。西野流呼吸法は女はスリムで美しく男は強くパワフルに、皆さんもこの呼吸法によって生命力をスパークさせて素晴らしい毎日を切り裂いてください。西野流呼吸法の基本的な要点を説明いたしましょう。理想的な体の状態を西野流呼吸法では中庸と呼んでいます。その中庸とは例えば心地よい温泉に浸かり体がふんわりと自然に浮かんでいるようなそんな状態を言います。あるいは無重力な宇宙を自由に遊泳しているようなそんな状態をイメージしていただいても結構です。実際アポロ宇宙船に乗り込んだ宇宙飛行士たちは無重力の宇宙空間に出て地上の数倍の能力が発揮できたと言っております。しかし中庸にしてと言ってもなかなか簡単にできません。そこで西野流呼吸法では中庸をさらに2つの要素に分けて誰にでも中庸ができるように指導しております。その2つとは寛容と専念です。簡単に言えば緩めることとねじることなんです。この促進呼吸はもちろん鼻で息をするんですが、例えば自分が緑の葉っぱをいっぱいつけた大木の気持ちになってその木が根から水と養分を吸い上げてくるようにゆっくりと両足の裏からイメージで膝を通って丹田を通って背骨の内側を通って頭のてっぺんまでゆっくりと息を吸い上げていきます。そして軽く息を止めて今度はイメージで顔と胸とおへそを通って聖下丹田、吸ったものを丹田まで移動させてからゆっくりと口から息を吐きます。これから皆さんには1日に1つ20日で20のレッスンを私とご一緒にマスターしていただきたいと思います。2回に分けて天遊をレッスンしましょう。第1日目は天遊の1です。早速始めましょう。まず口から息を吐きますよ。両足の裏から息を吸いますが鼻からです。イメージで足の裏から膝を通って背骨の内側を通って頭のてっ
吸います。軽く息を止めて丹田に落とします。口から息を吐きますよ。はい、天に遊ぶような伸び伸びとしたイメージでやりますよ。これを天遊と言います。さあ、では効果としてはこの血液の循環が良くなって内臓の働きが活発になりますよ。では早速やってみましょうね。いいですか。両足の裏からイメージで息を吸い上げていきます。さあ、このように肩に力が入らないように、いいですか、リラックスして、そして丹田に落としてから息を吐きます。はい、どうぞ。鼻から吸いますよ。イメージは足の裏から、そしてこんな風に体が丸くならないように、いいですか。はい、ではご一緒にもう一度やってみましょう。口から息を吐いてください。ゆったりと、はい、両足の裏から息を吸い上げて、丹田を落として、うまくできましたか。天遊の1でした。始めましょう。全身をリラックスさせて、口から息を吐きます。はい、両足の裏からイメージで鼻から吸いますよ。ゆっくりと上に、背骨の中を通って頭のてっぺんまで吸いました。息を止めて丹田に落とします。ゆっくりと口から息を吐きましょう。遊ぶような伸び伸びとした感じで行いますから天遊と言います。効果としてはうまくできますと、一呼吸で体中が熱くなって、そして内臓の働きも良くなります。お肌もツヤツヤになりますよ。では早速皆さんもご一緒にやってください。両足の裏からイメージでゆっくりと息を吸い上げていきます。頭のてっぺんまで。さあ、手が硬くならないようにもっとブランブランにして、伸び伸びと、そして丹田に落として息を吐きます。いいですか。両足の裏からゆっくりと自分でイメージを描いてください。こんな風にでっちりでむれにならないように伸び伸びとやります。そして丹田。ではもう一度やってみましょう。口から息を吐いて、はい、吸って、ゆっくりと伸び伸びとやりましょう。息を止めて丹田に落とします。口からゆっくりと息を吐いて、気持ちよくできましたか。天遊の2でした。最初は一呼吸でできなくても無理をしないで継ぎ足してもいいですから、促進呼吸の通り道をイメージして行ってください。この天遊は促進呼吸の基本になっていますから、何度も何度も繰り返してやってみてくださいね。今日から花鈴を4回にわたってレッスンしましょう。3日目の今日は花鈴の1です。早速始めましょう。両足の裏から息を吸い上げましょう。丹田に落としてから、そして口から息を吐いてください。腰から回しますよ。促進呼吸で吸って丹田に落としてから、いいですか。今度は上段、両足の裏から息を吸い上げてください。丹田に落として、かかとを見ます。両足の裏から、そして、はい、これは花の輪に囲まれた、そんな優雅な気持ちで行います。効果としては肩こり、それから
肩甲骨の脇の起こり、ウエストのシェイプアップ、冷え性にも効果があるんですよ。ではこのカレーの中から中段をやりましょう。肩幅に足を開きます。そして膝を緩めて曲げます。促進呼吸で吸って丹田に落として、いいですか、腰から回すんですよ。口から息を吐いて、もう一度両足の裏から自分でイメージを描いてください。丹田に落として、口から息を、さあそのまま続けてください。いいですか、両足の裏からぐっと息を吸い上げて丹田に落とす。腰から回してください。こんな風に頭の高さが変わらないこと、いいですか、いつも一定です。いいですね、はい。促進呼吸でぐーっと吸いました。丹田に移動させて、こんな風に中心が狂わないように、いいですか、まっすぐですよ、はい。ではご一緒にやりましょう。促進呼吸で吸って丹田に落としてから、口から息を吐いて、腰から十分に回してください。もう一度、楽しくできましたか。カリンの1でした。では4日目、カリンの2です。早速始めましょう。両足の裏からイメージで息を吸い上げます。吸ったもの丹田を攻めてから、力息を吐いて腰から回します。丹田に収めて、口から息を吐いて肩の方へ、はい、ゆったりとしてやってください。収めて、両足の裏から息を吸い上げましょう。そしてゆっくりと口から息を吐きます。これは花の輪に囲まれた、そんな優雅なイメージで行います。カリンと呼んでいます。効果としては肩こり、背骨の脇のこり、ウエストのシェイプアップ、そして冷え性の方にも効果があるんですよ。手の先までジンジンと熱くなってきます。では今日はこの上段をやってみましょう。促進呼吸でぐっと息を吸い上げてきて、吸ったものを丹田に収めてから、いいですか、口から息を吐いて、こんな風に肩の方へ、いいですか、どうぞ続けてやってみてください。促進呼吸で吸って丹田に、こんな風に硬くならないように、いいですか、ちゃんと体にまとわりつけるように、火消しのまといのような、そんなイメージなんですよ。ゆったりとやってください。促進呼吸でぐっと吸いました。丹田に収めてから、膝が伸びきらないように膝を緩めて曲げます。そして腰から回しますよ。いいですか、絶えず口から息を吐いて、はい、いいですよ。ではご一緒にやってみましょう。肩幅に足を開いて促進呼吸で吸い上げます。はい、こんな感じでやります。いかがでしたか。カリンの2でした。3です。早速始めましょう。ゆったりと両足の裏から息を吸い上げますよ。イメージで口から息を吐いて腰から回します。無理のないように、両足の裏からぐっと息を吸い上げて上段です。腰から回してください。さあイメージで下段です。口から息を吐きながらかかとを見ます。と息を吐きます。美しい花に囲まれた、そんなイメージです。花瓶ですね。効果としてはウエストのシェイプアップ、肩こり、そして冷え性の方にとっても効果があります。手の先までジンジンと熱くなってくるはずですよ。ではこれから花瓶の下段をやります。肩幅に足を開きますよ。そして膝を緩めます。促進呼吸でぐっと息を吸い上げていきますよ。吸ったものを丹田に収めてから、口から息を吐きながらかかとを見ます。いいですか、これはこちらのかかとじゃなくて逆のかかと、より体がねじれるわけですね。
無理のないようにいいですか。口から息を吐きながらやってみてください。どうぞ続けてください。はい、ぐっと息を吸い上げて丹田に落としてください。かかとを見ますが、上体はこんな風に前かがみにならないように、もう少しまっすぐですよ。はい。促進呼吸でぐっと息を吸い上げて丹田に落として、お腹がこんな風に突き出ないように、中心をしっかりさせてお入れください。いいですね。こんな感じです。気持ちよくできましたか？かりんの3でした。6日目、かりんの4です。早速始めましょう。ゆったりと両足の裏からイメージで息を吸い上げます。吸ったものを丹田に落として口から息を吐いて、いいですか。ゆったりとしてください。はい、今度は上段です。口から息を吐いてください。鼻から吸いますよ。イメージで足の裏から丹田に落として下段です。はい、両足の裏から、はい、これは美しい花に囲まれた、そんなイメージで行います。かりんですよ。効果としてはウエストのシェイプアップ、そして肩こりにもいいんですよ。便秘にもいいし、背骨の脇のこり、いろんなところに効きます。ではこれは中段、上段、下段やってみましょうね。さあ、肩幅に足を開いて膝を緩めて曲げます。両足の裏から息を吸い上げて丹田に落として、口から息を吐いて腰から回しますよ。無理をしないでください。丹田に落として、上段です。美しい花に囲まれて、そんな感じでやってる感じですよ。丹田に落として、下段です。さあ、どうぞそのまま続けてください。吸って、はい、頭の高さが変わらないようにいいですか。ゆっくりと息を吸って丹田に落として、膝が伸びきらないようにもっと膝を緩めて、はい、そうですよ、いいですね。はい、いかがでしたか。今回でかりんが終わりです。このかりんは呼吸法の準備運動になっています。ですからリラックスしてのびのびと気持ちよく行ってください。今日から炎天を4回にわたってレッスンしましょう。7日目の今日は炎天の1です。早速始めましょう。肩幅に足を開いて、膝を緩めて、両足の裏から息を吸い上げましょう。ゆっくりと、鼻で吸ってますよ。でもイメージは足の裏から。頭のてっぺんまで吸います。その時にこのように胸の前で腕を組みます。指を組んで、手を返しながら、はい、前に押し出します。口から息を吐きますよ。ゆったりとまた起き上がっていきます。この時に両足の中で息を吸い上げて、はい、吸ったものを丹田に落として、口から息を吐きますよ。はい、これは体中のエネルギーがこの大きく天に向かって広がるような、そんなイメージです。炎天と言います。効果としてはこの手足の末端のこの血行が良くなり、内臓の働きも活発になります。それではこの炎天をやってみましょう。肩幅に足を開きますね。さあ、ゆったりと両足の裏からイメージで息を吸い上げていきます。胸のところでこの手を振りますよ。丹田に落としてから、はい、ぐんと指のストレッチです。膝も曲げますよ。口から息を吐きます。さあ、ここまでやってみましょう。両足の裏からぐっと息を吸い上げて、促進呼吸です。丹田に落として、さあ、
このようにかかとが上がらないようにいいですか。はい、ちゃんと床につけて決して無理をしないでください。はい、ずっと吸って、さあ前に押し出して、こんな風に体が前かがみにならないように、そうです、こんな感じですよ。いいですか。うんと指をストレッチさせてください。はい、無理なくできましたか。炎天の1でした。8日目、炎天の2です。早速始めましょう。リラックスをして、いいですか、両足の裏から息を吸い上げて、鼻からですよ、イメージは足の裏から頭のてっぺんまで吸いました。パンダに落として、口から息を吐きます。さあ起き上がりながら、両足の裏からですよ、伸び伸びとやってください。パンダに落として、うんと指を反らせます。ストレッチですね。この時口から息を吐いてますよ。最後にリラックスなんです。はい、これは体中のエネルギーがこう天に向かって大きく広がっていくような、そんなイメージで行います。炎天と言います。効果としてはこの手足の血行を良くして、老化を防ぎます。この手というのは脳と直結しているんですね。ですから若々しい細胞が活性化されるわけなんです。ではこの炎天、早速やってみましょう。肩幅に足を開きます。膝を緩めます。で昨日はここのところまでやりました。今日はこの続きです。はい、立ち上がりながら促進呼吸です。両足の裏からぐっと息を吸い上げます。パンダに落として、はい、ここからですよ。指をうんと反らせて、口から息を吐いています。さあどうぞ続けてください。はい、ぐっと起き上がりながら、下からですよ、イメージで肩が上がらないようにパンダに落として、はい、このように開いていきます。さあ促進呼吸でぐっと指を反らせますよ。パンダに落として、はい、壁をなぞるような、そんな感じでやってください。いいですよ。いかがでしたでしょうか。うまくできましたか。炎天の2でした。9日目、炎天の3です。早速始めましょう。両足の裏から息を吸い上げますよ。ゆったりと、はい、手を組んで口から息を吐きながら、指をうんとストレッチさせます。起き上がりながら、また足の裏からですよ、伸び伸びとやってください。はい、タンベル落として、口から息を吐いて手をこんな風に反らせます。壁をなぞるような感じですよ。はい、最後にリラックスです。これは体中のエネルギーがこの天に向かって大きく広がっていくような、そんなイメージで行います。炎天と言います。効果としては指先を反らすことによって脳に刺激を与えます。それからこの血液の循環も良くなりますよ。では炎天、早速始めましょう。肩幅に足を開きます。全身を緩めて、両足の裏からイメージで息を吸い上げてきます。ゆっくりと頭のてっぺんまで行ったら、はい、丹田に落として、このように手をうんと前に出して、指をストレッチさせます。口から息を吐いて、起き上がりながら、はい、はい、口から息を吐きますよ。指をうんとストレッチさせます。はい、ではこのまとめですね。今日はどうぞ続けてみてください。はい、ぐっと両足の裏から息を吸い上げて、丹田に落とします。はい、前かがみにならないように注意してください。ぐっと息を吸い上げて、丹田に落として、
かかとが上がらないように注意してください。いかがでしたか。炎天の3でした。10日目、炎天の最後4です。早速始めましょう。肩幅に足を開きます。そしていいですか、無理をしないでください。両足の裏から息を吸い上げましょう。鼻からですよ。イメージは足の裏、丹田に落としてから、はい、口から息を吐いて、まだ息を吐いてますよ。指をうんと反らせて、はい、おできになりましたか。この体中のエネルギーが天に向かって大きく広がっていくような、そんなイメージなんです。血液の循環が良くなって、指先を反らせることによって脳の働きが活発になり、この老化を防ぎます。では炎天を一呼吸でやってみましょう。全身をリラックスして、背筋を伸ばしてください。膝を緩めましょう。両足の裏から、はい、息を吸い上げて、マイペースでやってくださいね。口から息を吐いてください。指をうんとストレッチ、まだ息を吐いてますよ。さあどうぞ続けてみてください。この時もう少し、はい、足を広く開いて肩幅ぐらいに、さあ丹田に落として、肩の力を抜いていいですか。一呼吸ですよ。指をうんと反らせて、はい、いいですか。肩の力を抜いて、さあどうぞ、口から息を吐いて、はい、うんと指を反らせます。そうですね、いいですか。おできになりましたか。炎天でした。今回で炎天が終わりです。膝が曲がらない人は無理をしないで、できる範囲で行ってください。手をねじるとき、ストレッチングを忘れないようにしてくださいね。いかがでしたか。西野流呼吸法バイオスパーク、これで10日間の基礎コースパート1が終わりです。促進呼吸は初め息が続かず、思うようにできないかもしれませんが、だんだん体が慣れてきて自然に行えるようになります。最初は無理をしないで、マイペースで行ってください。西野流呼吸法は続ければ続けるほど体にエネルギーが蓄えられ、リフレッシュされます。パート2ではさらに発展したカリキュラムに挑戦いたします。